DDOOMU-18、ブブームと呼ばれる、戦国時代の武将たちがバトロワ・ボンバーマンする漫画の続編。続編といっても、1で出てきた奴らが直接関わるとかそういうのはほとんどなく、孤島でバトロワ・ボンバーマンするという設定を使って作られた、モンスターハンター1に対するモンスターハンター2みたいなやつなので、前作を読む必要はない。主人公は親友イミシンを殺されたことに激おこぷんぷん丸したホモ。このホモがブブームと呼ばれるボンバーマンデスゲームに参加する権利を買って、この全世界で配信されているデスゲームが実はガチで人がガメをベラしているデスゲームなんだよ。ということを告発するために生配信を始める。そこから序盤ですぐに、メインヒロインのおっぱい JK が薄いホモを熱くされそうになっている現場に目撃して、なんやかんやあっておっぱいを助けて2人でデスゲームの運営をぶっ壊してやろうぜ。という感じのボンバーマン漫画。デスゲームにボンバーマンの要素を入れた漫画で、設定だったり、スキャナーと呼ばれるテクニックだったりと、1は設定がとてもよくできており、2では18歳未満しか参加できませんという感じで、作画担当をつけて始める漫画。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル